抗日パルチザン時代の金日星を描いた北朝鮮の宣伝が、金正日を肩に乗せた金正都氏がモーゼル C96 を用いているモーゼル C96 に関連する作品の一覧は、ドイツの拳銃モーゼル C96 に関連する作品の一覧である。007ロシアより愛を込めて、ロバートーを奮するスペクターの殺し屋グラントがジプシー村での銃撃戦の際に使用。 ボンドの背後の敵を遠距離から狙撃に近い形で撃ち倒すという C96 ならではの使い方がされている。007私を愛したスパイロータスエスプリトのカーチェイスで殺し屋上手が使用。形式ははっきりとはわからないがロングマガジンを装着しているので M712 の可能性が高い。鬼が来た。物語の冒頭で謎の男、私が主人公に突きつけ。 終盤にも再び登場する。ケルベロス地獄の番犬、首都圏体凶悪犯罪特殊武装機動特装犯、隊員がサイドアームとして M712 を使用。撮影においては赤いメガネではモデルガンの M712 がケルベロスの国外撮影シーンでは実銃をベースにしたステージガンの C96 がそれぞれ用いられた。殺しが 静かにやってくるジャンルイ・トランティニャン・フする、主人公・サイレンスが、C96 を縦に蓋が開く、木製ストック・ホルスターと共に使用する。殺しの楽院、シシド・ジョーが噴する、主人公の殺し屋、花田・ゴロが、C96 を使用する。ロングマガジンなど、劇中の描写からすると、M712 か M713 を意識していたようである。殺しの免許証、 ライセンス007エピゴピネ年の B 級スパイ映画でトム・アダムス演じる主人公チャールズ・バインと殺し屋が使用する。バインは背中に装着して上着で隠す特殊なホルスターからの抜き打ちで派手なガンプレイを展開する。サムライ・アベンジャー劇中5発撃つ。シノーラ・クリント・イーストウッド扮する賞金稼ぎ、ジョー・キッドが使用する。舞台は、いわゆるウエスタンであるが、 ウエスタン時代の終演、次の時代を演出するために、オートマチックピストルである、本銃が採用されたのではないかと見る見解もある。シベリア朝特急、水野春夫が扮する、主人公、山下智之陸軍大将が傾向する。形式不明。スターウォーズシリーズこの作品に登場する、ハンソロの持つブラスターは、本銃をベースに、大型のフラッシュハイダーとスコープを装着して、 装飾を付け足したもので、そのシルエットは、本銃を元に改造されたものであることが一目で、わかる。また、スター・ウォーズエピソードも、帝国の逆襲で、ルーク・スカイ・ウォーカーが傾向するブラスターも、版のものとは異なるタイプながら、本銃をベースとして、大型のフラッシュハイダーとスコープを装着したものである。狙撃、森正幸が憤する殺し屋、カタクラが使用。血と、 砂、三船と白を粉する小杉総長が使用。冒頭、素早くストックを装着して、敵兵を倒す描写がある。人太を要塞爆撃命令にのみや注意が、自衛用に傾向するほか、大杉少佐が、補給部隊指揮時に傾向。電撃が死奏地獄のターゲット、オリバー・リード粉する、主人公、ハリー・ロマートが、密売屋から M712 を強奪し、フルオートで使用。 オプションとして、ストックとスコープが付属する。マットマックス暴走族の一味であるババザネッティが使い、主人公マックスを遠距離から狙い撃ちする。マットマックス怒りのデスロードがスタンを収める、一食い弾尺の所持する拳銃。後半の戦闘で、自分のリムジンに乗り込んできたマックスに向けて撃とうとするが反撃を受け、一発撃つも外して、マックスに奪われる。遊撃戦。 佐藤誠が扮する、主人公、クローニゴが使用。リーサルウェポンに、主人公のマーティン・リックスを、セミオートで狙撃するが、弾を撃ち尽くして、ボルトが交代したままとなる。ロシア特殊部隊スペツナズ、オフサイド七神を隠していたところに来た追手が手に、している。その後メガネに銃を奪われる。第100には A パート冒頭で、メン、道修太郎が、 自宅敷地内にある射撃練習場にて M712 を使用する。オードロボジング、爆弾生物、ポルボーラヘンデイザラタンブラーが愛用。気候両兵メローリンクキークキャラダインが多段層タイプの M712 を使用。劇場番号の錬金術師、シャンバラをクくのトゥーレ協会のものが愛用。劇場番用除染機、パーニャフォンデグレチャフが使用した。こちら。 カツシカクカメリ公園前発出所防子逃げたがモーゼルを愛用する。人道、人道首都圏の標準装備。戦闘メカザブングルキット放ーラーが使用。蒼天の拳愛神格ラ不義の護衛である、この隊員ンンのうち、豚尾が所有。リナガタケに猿王の居場所を自白させようと頭に銃口を突きつけるなどした後、他の隊員とともに、 霞県四郎に重口を向けるも全く相手にならず。空の音ヘルベチア共和国軍正式拳銃。マヤミ、ガンズアヤノコウジヤヤカシが M712 を所持、使用する M712 を託したことになっている。ルパン三世、パート3のオープニングに登場。また、パイロットフィルムでは、ミネ・フジコも使用する。他に敵が使用する銃として登場することも多い。 ルパン三世お宝返却大作戦。ミーシャが M712 を使用。彼女の祖父の形見なのだが、玉切れになる描写が、やたら多く、挙句の果てには、次元大介に打ち抜かれ、使用不能になってしまう。戦姫絶唱、シンフォーギアシンフォーギアシリーズの5作目、戦姫絶唱、シンフォギア XV の劇中で刀を引かれた、風なり不動が、 風なり翼に向けて取り出した銃。ただし名前の描写はない。だがその銃弾を風なり発光が受け、現在安否不明。ドックス、バレッツカーニッチ主人公のハイネがシルバーの M712 を使用。ヘルシングミレニアムの隊員が蝶々重心 M712 を使用。一部シーンでは二丁拳銃で使用する。愛と誠右翼の大物。 ザオウヨヘイの命を狙ったヒットマンが使用。アリサ。ヒロインのアリサが最初に拳銃の手ほどきを受けたのが M712。狼の星座作中に登場する馬賊集団が使用。クリップによる相談をきちんと描写している。気分は猛戦争メガネを尋問するために草原章が突きつける。キャプテンキッド、ハリーライムが M1896 を使用。 紅の豚たまんま言うとダンが、ポルコのアジトにて、ポルコに突きつける。クロノクルセイド主人公のロゼット・クリストファが、C96 を使用。犬狼伝説特記隊の女性隊員、ワシオ・ミドリが使用。ゴールデンカムイ・ヒジカタ・トシゾを支援する、長倉新八が独自に入手した、重機類に含まれている。また、トタン・アンシュが愛用している。こちら。 葛飾区亀有公園前発出所作中に登場する星逃げたが使用。また、両津勘吉が射撃大会で5標的に対して1標的に月断層1個分をフルオート射撃、ストックなしで全弾命中という離れ技を成している。ゴルゴ13盲目の殺し屋育士王が使用。ナチス突撃隊出身の老暗殺者質家が使用。ジーザス作中に登場する殺し屋。 シュー・リューゲンが M712 を使用。ジオブリーダーズ、カグラ総合警備の社員、梅崎マキが M712 を使用。ジパング作中で、総家宅会が愛心クラ不義を暗殺するときに使用。トドのつまり、作中に登場する監督が、トランプの武装ヘリに、本銃で挑む。パイナップルアーミー第五巻チャプター2で、カトリーヌ・ベンクミボージ人が、 夫の片身の C96 を使用。ブラックラグーンロットン・ザ・ウィザードが M712 を使用。ブンダバー、三菱が M712 を使用。魔法、少女4号ちゃん、ミス、パンターこと5号が主人公。マナハナよ発砲。闇のラッパ主人公の霧35が使用。イい闇まばゆあかりそうし、ムーチーマーディガンが白黒の M712 を使用。白い方は、 カスタム重心。アリソン・アイ・物語内で、ビルが、トラバス・ラディア女子より、護神様として拝借。ラディア女子の夫の形見。長官教師リアル・バウト・ハイスクール作中に登場する、超国家組織、オリオン所属潜水艦アドラゴーンの女性艦長、バラキレワがミリタリーを使用。深夜プラス1主人公のルイス・ケインが使用。相棒のハーベイに、あんなでかい銃をどうやって持っていくんだ。 貨物列車で送るのか、時間を計っておけばよかったなどから変われるシーンがあり、ハーベイの S&WM36 との特徴が対比される。ケインは1932年型と語り、フルオートで打つシーンも出てくるので M712 である。デビル17シリーズ主人公のクロエ・トールが5巻から、傾向。原型は、M712 シュネルホイヤーだが、泉菊子による、 大改造で、19世紀と21世紀のキメラの、ような銃となっている。デイ・オブ・ディフィート、ソース・アクシズ側ロケットクラスのサブウェポン。M712 であり、フルオート可能。20連マガジン。DS イレオルソーシュプラッハツ・ラトゥストラ・ウォルフ・ガングシュラ、イバーが使用。ホールアウト3日本語版に、中国軍ピストルという名称で登場。ヒットマン、ブラッド・マネー。 第一次世界大戦のピストルという名前で登場。ピル、ストーンヘッツ・ジョロークも物語終盤に、この銃をモデルとしたマウザーが登場する。ザ・サブター、ラウムピストルの名称で M712 が登場する。URMPT M712 が登場する。コールオブデューティシリーズ、COD、棒にゾンビモードでのみ、使用可能な銃器として登場する。COD、 某三ゾンビモードでのみ、使用可能な銃器として登場する。COD-WW2 マシンピストルの名で登場。M712 のように、フルオートになった C96 が登場。鋼鉄の二次パンツーメルヘム RPG、ネットゲーム9五鋼鉄の二次、D アイゼングロリ、グリューネラント軍正式拳銃の一つに M712 が採用されている。 デモンベーン主人公、大十字、苦労の使用する、魔獣靴アのベースモデル。俗、殺戮のジャンゴ賞金稼ぎリリーサルバターナが使用。タイムクライシスシリーズワイルドドッグが C96 を使用する。天使の二丁拳銃ヒロインのアンリが使用。バイオショックインフィニット、ピストルノノで登場。バイオハザードシリーズ、バイオハザード4、レッド Q の名称で登場する。 クリップを用いた独特の相談アクションが正確に描写されている。バイオハザードアンブレラクロニクルザアンブレラ社幹部、セルゲイ・ウラジミールが使用するが2発しか発砲しない。バイオハザード・ザ・マーセナリーズ 3D 隠し武器として登場。威力が非常に高いが3発しか相談できない。バトルフィールド1看護兵クラスでは C96 の名称で、 戦車兵とパイロットクラスでは C96 カービンの名称で登場。メダルオブオーナーエアボーン、マウザー C96 の名称で登場。メタルギアシリーズ、MGS3 エヴァが使用している。馬族打ちと呼ばれる本体を横向きにした射撃を披露する。MGS4、MGS3 に引き続きビッグママが使用し、彼女の死後は片身としてオールドスネークが使用する。 MGSPW、セミオートモデルとフルオートモデルが登場。開発を進めると、断層容量が増加する。レッドデッドリデンプション、マウザーピストルの名で登場。あの西部映画の影響がある。ドールズフロントライン星3戦術人形として、C96 という名前で登場。ありがとうございます。